家を建てる前は社宅に住んでたんですけれども、子供のことを考えたら、先に建ててしまって、で育ちやすい環境にいた方がいいかなと思って、思い切って建てようかなと思いました。家らしい家を建てたくて、その四角くなくて三角屋根の、瓦の屋根の 家が建てなかったです。私は外観を見た時に白い壁でオレンジの瓦の南欧風な家を建てたいとずっと思っていました。でまた家族の時間を大切にしたいので必ずリビング階段がいいって決めてました。であとは、まあ、インテリアがすごい好きなんですけど、木とアイアンで囲まれたお家にしたいなと思いました。天井の、梁が全部出ていることがすごく木材感とか材質感が出て、初めは3本だけしか針は出てなかったんですけど、もう天井一面出してもらったのと、天井も広くなりましたし、すごい木の材質が感じられてすごく気に入ってます。リビングの床が、自然木を使って木目といいますか、綺麗な節も出てますし、すごい自然を感じられるなっていう、リビングになってますね。まあ、木とアイアンが好きで、まあ、そういうものを使いたいと思ってたんですけども、設計さんに相談した時にいい木材を教えていただいて、でまた火を使う部分からはみ込みの部分をガラスにしたことによってリビングも見えるので、相談してよかったなと思っています。アイアンのはしごだったり、トイレのペーパーホルダーとか洗面所のタオルホルダーとかも同じように統一して使ってくださるっていう話があったので、でも相談してよかったなと思っています。隣がすぐ公園ですので、公園からの目線とか視線ですね、あとは裏にマンションがありますので家の中が見えないかなとか、そういうのが気になりました。まあ、設計の段階から、窓はついてたんですけれども、ちゃんと人の身長とかを考えてくださって、高い位置に窓がありますので、まあ、全然人の目線も気にすることなく、安心して過ごせてます。そうですね、すごい親身になってくれましたし、無茶な要望もすごい頑張ってくださいましたし、感謝しかないです。とても楽しい印象しかなくて、私が好きなものとか雰囲気をすべて分かってくださって、でご提案もたくさんしていただいて、まあ、タイルやカーテンとか何から何まで気にかけてくださって、家全体に統一感ができて、一緒に決めれてとても楽しかったです。